どうも、まさとです。今回は、天智天皇と、その後継ぎ争いについて解説をしていきます。ちょっと背景になるところ確認をしておきますね。朝鮮半島で白村江の戦いというのが起こったわけですね。この白村江の戦いというのは、唐、新羅の連合軍と、日本が戦った戦いでしたよね。百済の人たちが日本に助けを求めてきたわけです。それで日本は、これを何とかしてやろうということで、百済を滅ぼした唐、新羅と戦うことにするんですね。その結果、日本はボコボコにやられてしまいました。その上、唐と新羅を完全に敵に回してしまうことになったんですね。これはマジでやばいということで、天智天皇がこの後、唐と新羅が攻めてきた時に備えて、日本の防御をガチガチに固めていくんですね。で、この天智天皇という人は、防御を固めていくために、本当に様々なことを行っていくんですよ。まずは、都を移したということですね。どこに都を移すかというと、大津宮に都を移していきました。で、大津というのはどこかというと、滋賀県ですよね。琵琶湖っていう日本で最大の湖があるわけですが、そこの近くに大津宮という都を作って、ここに都を移していったということです。斉明天皇の時に、北九州の朝倉宮に都を移したんですけど、これはすごい限定的なものだったんですよね。2ヶ月間限定だったんですよ。何のために都を移したかって言ったら、北九州に都を置いて、ここから軍を派遣しよう、白村江の戦いに備えて軍を派遣しようというふうに考えて都を移していったんですね。なので白村江の戦いの時限定の都となったわけですよ。なのでもうここのところに都を置いておく意味というのはないなというふうに天智天皇は考えたわけですね。でそれに加えて、こんなところに都を置いといたら、唐新羅が攻め込んできた時に万が一負けちゃったら都の機能が失われてしまって奪い取られてしまいますよね。なのでこんなところに都を置いておくのは危ないということで、都を大津の宮に移していったということです。他にも都を移す候補地っていうのがあったんですよ。奈良県の飛鳥地方っていうところがあるんですけど、この辺にはものすごい有力な豪族がたくさんいるわけなんですね。この豪族たちが結構うるさいんですよ。白村江の戦いで負けてしまったんで、とやかくああだこうだ言ってくるわけです。なので鬱陶しいから飛鳥地方には都を移したくないなというふうに天智天皇は考えたわけですね。そして大阪の浪速というところに浪速の宮というのがありましたよね。ここに都を移すことも考えたんですけど、やっぱり大阪湾が近いじゃないですか。なので唐新羅連合軍が万が一攻めてきた時に、ちょっとここに置いとくのは危ないからということで、滋賀県の方に都を移していったということですね。まあいずれにしても天智天皇は守りのために大津宮に都を移していったわけです。それでこの後天智天皇は唐新羅と仲直りをするために和平交渉に乗り出すんですね。いやー本当に申し訳なかった、百済を助けたかっただけなんだとかっていう風に言うわけですね。で唐にこういう感じで交渉しに行くわけですよ。そしたら唐はまあ別に全然いいよとかっていう風に言ってくれるわけね。でその代わり今ね新羅の方をねちょっと攻め込んでいるから、日本のことは許してあげるからちょっとこれ邪魔しないでねとかっていう風に言われるわけですね。とりあえずすんなりとね仲直りをすることに日本は成功していくわけですね。だけどまあ唐とか新羅ねちょっと信用できないので、万が一の時のためにガチガチに防御を固めていこうということで、いろんなところに要塞を作っていくわけですね。でお城をどんどん作っていくわけです。そして古代三条というのを天智天皇はバンバン作っていくんですね。それで三条、山のお城とかっていう風に聞くとね、戦国時代の時のものすごくきらびやかなお城を想像するかもしれないんですが、この時のねお城っていうのはああいう感じのお城じゃないんですよね。どっちかって言ったら壁をガンガン作っていくような感じですね。敵の侵入を防ぐための壁がお城だったということなんですよ。どんなお城を作ったかって言ったら、まずこれですね。水木というのを作っていきました。この水木というのは、博多湾の周辺に作っていったわけですね。敵が簡単に侵入できないように、堤防みたいなものを作っていったわけです。これめちゃくちゃでっかい堤防だったんですよね。まず、土塁があるんですよ。こっちが博多湾の方面で、こっちが太宰府の方面ですね。敵が侵入してこないように土塁を作っていくわけです。で、この土塁の幅どれくらいあるかって言ったら、80メーターもあるんですよね。土塁だけだとちょっと不十分だということで、この土塁の周辺に堀を作るんですね。で、この堀の幅がめちゃくちゃ広いんですよ。60メーターあるんですよ。ものすごい大掛かりな工事ですよね。それで常に水が絶えないようにということで、この前後の堀の水が絶えないように、地下水
水路を作って水が行き来できるようにしていったんですね。まあものすごい高度な技術で水木というのが作られていきました。まあこんな感じで敵の侵入に備えていったわけですね。そしてもう一個が大野の木、大野の木っていうのを作っていったということですね。太宰府というところがあるんですけど、そこの北方のあたりに作られていきました。この大野の木もものすごいでかい堤防を持っていることで有名ですね。で、あとどんなところにお城が作られていったかというと、例えば津島とかにも作られていきましたね。そしてここに瀬戸内海というところがあるんですけど、瀬戸内海の周辺に次々とお城を作っていったわけです。だいたい27個のお城が作られたということですね。敵の侵入がないように次々と作って防御を固めていったわけです。それでやっぱり兵士が必要になってきますよね。太宰府を守るための兵士のことなんていうかって言ったら、防人と書いて、これで先盛りって読むんですけど、先盛りをね、次々と一般の人たちから取り立てていって、太宰府の方に派遣していったんですね。北九州の守りをガシガシに固めていきます。そしてこの先盛りを取り立てるために、一般人の家族構成とかをちゃんと調べておかなきゃダメだなっていうふうに天智天皇は考えたわけですね。なので日本初の戸籍を作ることにしていくんです。で、この戸籍が公後年尺って言うんですね。一般の人たちの家族構成とかそういうのを調べていって、確実に税として兵隊を取れるようにしていったわけです。日本で一番最初の戸籍というのは軍事目的で作られているわけですね。そしてあとね、もう一つね、天智天皇がやったこととして重要なのが、日本で一番最初のルールを作ったということなんですね。これが大海領って言うんですね。いやいや、日本で一番最初のルールって17条憲法なんじゃないのとかっていうふうに思うかもしれないんですけど、17条憲法ではありませんからね。17条憲法というのは、あれはあくまで役人の心構えなんですよ。なのでルールではありません。ちゃんとしたルールなのは大海領が初めてだというふうに言われているんですね。だけどこの大海領というのがちょっと発見されていないので、これ本当に存在してたのかよっていう話になっているわけですね。ちょっと実在が怪しいんですけど、まあ一応ね、日本で最初の法典だとかっていうふうに言われているので、これもちょっと覚えておきましょう。それでこの天智天皇と一緒に活躍した人物がいたんですね。それが誰かというと、大天の王子っていう人なんですよ。これは天智天皇の弟にあたる人ですね。この人ってものすごく優秀な人だったんですよね。例えば唐とか新羅と仲直りをするために、この大天の王子がすごい活躍をしているわけです。そしてこういったお城を作っていく時にも、この大天の王子は非常に活躍をしているんですね。性格も非常にいいので、いろんな人たちから非常に人気があって人望のある人物だったわけですよ。で、天智天皇も大天の王子の実力は認めていたわけですね。なので、私の次の天皇は、大天の王子お前だとかっていう風に言うわけですね。で、ちなみにこれ名前も強そうですしね。音読みしていくとね、大海人王子ですからね、なんか半端じゃなく強そうな感じなんですけど、まあ、いずれにしても天智天皇のお気に入りでもあったわけですよ。で、重要な要職にもついていたんですけど、なんか突然首にされるんですね、この大天の王子は。天智天皇に、お前首とかっていう風に言われるわけね。で、今まで大天の王子のやっていた役職は、私の息子である大友の王子にやってもらおうと思うとかっていう風に急に言い始めたんですよ。これ納得できないじゃないですか、大天の王子としては。なんでやっていう話になりますよね。で、納得ができなかったんで、兄よなぜですかとかって言うわけですね。いやいや、お前ポンコツだから首だよ首みたいなことを言うわけですね。くっそ、絶対大友の王子ラブだからこんなこと言ってるだけで完全にエコひいきだよとかっていう風に思うわけですよ。それで大天の王子と天智天皇、だんだん仲が悪くなっていってしまうんですね。で、仲が悪くなっていった時に、天智天皇の様子がね、だんだんおかしくなり始めるんですね。具合が悪くなり始めてしまうわけです。結局天智天皇は死んでしまうわけなんですけど、死ぬ直前にですね、自分の寝床に大天の王子を呼んだらしいんですね。大天の王子をちょっと来いとかっていう風に言うわけですね。何ですかとかっていうわけですね。次の天皇は、大天の王子お前にやってもらおうと思うとかって急に言い始めたんですね。大天の王子これ聞いてびっくりですよ。どういう風の吹き回しだとかっていう風に思うじゃないですか。これまでね、あんだけ大友の王子とかっていう風に言ってたのに、なんで急に俺になるんだよとかっていう風にここで思うわけですよ。なんか怪しいなとかっていう風に考えるわけですね。ここでピンとくるわけです。あ、こいつ俺をはめようとしてるなとかっていう風に考えたんですね。万が一ここで、はい、わかりました、次の天皇は私がやらせていただきますとかっていう風に言ったら、大天の王子が大友の王子にとって変わって天皇をやろうとしている、あいつは謀反だ、死刑だとかっていう風にきっと言われるに違いないと、このままでは血祭りにされるとかっていう風に思うわけですね。
まあ露骨に怪しかったっていうのもあるんですけど、今まで天智天皇はこの戦法でいろんな邪魔者を消してきたんですね。有馬の王子とか、蘇我の倉山田の石川麻呂とか、こういった人物も同じパターンではめられて殺されていっているわけですよ。なので、絶対にこれはめようとしてる、怪しいとかっていう風に思って、大天の王子はね、天皇にならないかっていう提案を断るわけですよ。いや、私にはそんな器はありません。私は奈良県の吉野に出家しようと思いますとかっていう風に言って、政治の第一線から姿を消していくわけですね。で、この大天の王子は非常に身の危険を感じたので、吉野にこもることにして、いくんですよ。で、この後天智天皇が亡くなって、大友の王子が天皇になっていくんですね。名前を光文天皇って言います。光文天皇はね、これ多分テストに出ないので覚えなくて全然 OK ですからね。一応天皇にはなってるんですけど、紛らわしいからこのまま大友の王子って呼ぶことにしますね。それでこのね、大友の王子なんですけど、大天の王子のことをね、結構鬱陶しいって思ってたっぽいんですよね。なんでかって言ったら、自分と比べて大天の王子っていうのはものすごく実力もあるし、みんなからの人気も高かったわけですよ。だからこのままじゃもしかしたら取って代わられるかもしれないとかっていう風に思ったわけですね。なので大友の王子は大天の王子を殺害しようという風に考えるわけですよ。この情報が大天の王子のところに入ってくるわけですね。何やら大友の王子があなた様を殺すための準備をしているとのことですみたいな報告が入ってくるわけですよ。だから大天の王子はこのまま殺されるわけにもいかないので、殺されるくらいだったらこっちがやってやるわみたいな話になって、兵を挙げることにするんですね。大天の王子は吉野で挙兵していくわけですよ。そして日本の古代で最大の皇位継承争いが始まるわけですね。この戦いが人心の乱、人心の乱と言いますね。で、大天の王子は吉野で挙兵をします。まず一番最初に向かったのが、美濃に向かったわけですね。美濃とは岐阜県の方ですね。なぜ美濃に向かったのかということなんですけど、美濃というのは実はですね、交通の要所になっているわけですね。関西と日本の東側を結ぶすごい重要な場所だったわけですよ。ここに拠点を構えることにするんですね。そして東側の実力のある豪族たちを次々と味方に引き込んでいって、兵を挙げることにするんですね。準備が整ったということで、大友の王子と決戦になるわけですよ。それで実際戦闘が始まるわけなんですけど、関西の方にいる豪族たちもみんな大天の王子の味方をしたんですよね。もともとこの大天の王子は非常に人気が高かったので、みんな大友の王子の味方をしなかったそうです。まあその結果、大天の王子が大勝利を収めて、大友の王子は命を落としていくということになるわけですね。無念ブスーみたいな感じで自分で命を絶っていってしまいます。そしてこの後、大天の王子が天皇に即位していくわけですね。名前が変わって天武天皇という名前に変わっていきますからね。天武天皇がこの後政治をスタートしていきます。日本の土台となるようなものをね、がっしり作っていった天皇ですよね。天武天皇の政治は次回のね、解説にしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。シャキラー。